YouTube をご覧の皆さん、こんにちは。キャンピングカー TV でございます。本日紹介する車はこちら、ノニデルさんのバンコンベースキャンプ48という車になります。乗車定員が8名、就寝定員が4名の車になります。こちらの48の4は4ナンバー、8は8人乗りという意味の車になってます。では早速車内お邪魔します。車両後部へは両サイドスライド扉から入ることができます。こちらセカンドシートはこのように3人乗りのシートになってます。就寝時はこちらを倒すことによって、このサードシートですね、 3列目のシートとくっつけるとベッドとして使うことができます。2列目3列目のシートはここのスライドバーを握るだけで、スライドすることができます。こちらが車両後部から見た映像になります。大きな荷物をたくさん持っていくことができる趣味の車として大活躍してくれるこのベースキャンプ。ここはね、釣り竿とかくっつけて釣り竿を入れて持っていくことができるんだそうです。こちら4ナンバーの車中泊仕様の車ということで、クーラーボックスとかそういうものは持っていく必要があるんですけど、これだけ大きなスペースがありますので、荷物持っていくことには全く困らないと思います。でもどうやって乗る？上だよ、上。ということで、本日は、ノニデルさんのベースキャンプ48というですね、車中泊カーを、ご紹介いたしました。ノニデルさんはですね、愛知県にあるハイエースのカスタムを専門にしている会社さんでして、キャンピングカーだけにこだわらず、そのハイエースをね、こうアウトドア仕様にカスタムしてくれるのに強い会社さんでございます。もともと、オグショー愛知さんっていう名前でやられてたんですけど、そのアウトドアにね、もっと出かけてほしいとかね、そういう思いがありまして、名前がノニデルさんに変わったんだそうです。本当にノニデルさんの名前の由来が、漢字でね、野原のですね、野に出るといったところから来てるということでございまして、やっぱりね、そのカスタムのテイストとかもいろんなアウトドアに強いようなテイストになってます。で、まずこの車の特徴の一つとしては、車両の本体価格と実際の乗り出し価格の差がね、すごい小さいといったところに嬉しいメリットがあります。キャンピングカーショーとかに行きますと、実車体本体価格と、
まあ、実際にこうオプションをつけていった時の、まあ、値段の差があったりすることもあるんですけれども、こちらの車は比較的差がなくね、乗り出しをすることができますので、実際に見た時に、まあ、経済的な面でもイメージがしやすいといったところに、まあ、一つメリットがあると思います。で、まあ、実際にこう、カスタムしていくと、もうちょっとこの装備欲しいなとか、こういうのがあったら便利だなというものがあると思うんですが、その場合にはオプション対応をもちろんしてくれますので、本当に自分の必要なものだけをこうチョイスして乗ることができます。例えばですね、そうだ、まずね、セカンドシートになります。このセカンドシートなんですけど、3人掛けになってるんですけど、2対1で、シートを分割してありますので、1人掛けの方だけを倒すとか、逆に2人掛けの方を倒すということができます。で、そのメリットとしては、例えば乗車人数が少ない時には、長いものですね、例えばサーフボードですとか、そういったものを、こう、車の上じゃなくてね、セカンドシートの2人掛けの方を倒しておけば、車の後ろからそういう長いものを入れることができますので、シートの分割がね、乗車定員によって変えられるといったところはすごくね使い勝手がいいと思っています。で、ちなみになんですけど、セカンドシートですねをベッド展開した場合は、下段のベッドの長さがおよそ2m20cm 2200で、横幅が最大1500ということで、大人2名は十分に寝られるサイズの就寝スペースを確保することができます。で、また車の後ろ側ですね、が2段ベッドになっておりまして、あそこはロフトベッドみたいになってるんですけど、そちらは長さがおよそ1800、そして横幅が1500ということで、こちらも大人2名ぐらいでしたら就寝できるスペースとなっています。で、ロフトの部分の耐荷重がなんと200キロということですので、まあ、お子様が、いる方もね、あそこにお子様こう寝せていただくのも OK だと思います。まあ、そういうお話をすると、ロフトベッドに子供を乗せるとこうね、寝相が悪いから子供が落ちちゃうんじゃないかとかっていう心配も出てくるかと思いますけれども、ロフトベッドのところに転落防止のね、こういうバーをオプションでつけることもできますので、それもね非常に嬉しいオプションだと思います。で、もちろんお子様が今回行かないよとかっていう風になった時は、当然ロフトベッドの部分はこう取り外すことができますので、荷物を置くスペースとして使うことも可能ですね。あとはですね、サムネイルにもなっていますが、自転車をね乗せることもできるんです。で、実際に自転車乗せるときはどうするかというと、上のロフト部分の、まあ、ベッドマットをこう外して置きますと、セカンドシート、サードシートはスライドレールで前後に移動したのが見えたかと思います。で、本当にあれは自分の好きなところにスライドをさせるだけで位置をね固定することができまして、3列目のシートをこうパタンと上側にですね、両方ともこのように畳みますと、畳んでセカンドシート側にグッとね、車の運転席側にシートをグッと前に寄せますと、後ろ側は非常に大きなスペースとなりますので、自転車だって乗せることができるということで、趣味の車としても非常に大活躍してくれると思います。で、もちろんそういった時もバーとかをつければお洋服をかけられたりもしますので、釣りとかに行かれる方もダウンジャケットとかはね、濡れてもそこに干すことができますので、できますし、この車の床のね加工は標準装備でやってくれますので、ちょっとね汚れたとしても拭きやすくなってます。汚れが落としやすくなってるので、まあ、アウトドアで汚れても大丈夫といったですね車になってます。あとね、他のオプションとしてはテーブルもつけることができます。やっぱり外に出た時にお食事する時にちっちゃいテーブルでもあるとねすごく便利なんですよ。
で、そういうね、オプション、普通の、よくね、キャンピングカーとかでは見るような、ポール式のテーブルもオプションとしてついておりますので、結構、外に出る機会が多い方、アウトドアに遊びに行く機会が多い方は、ポールテーブルのオプションというのは、ぜひね、つけてみてはいかがかな、というふうに思います。それぞれの、ライフスタイルに合ったカスタムという車になっておりますので、ぜひね、こちらの車も、ご参考にいただければと思います。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。画面右下よりチャンネル登録よろしくお願いいたします。画面左下より関連動画も出ておりますので、そちらもよろしくお願いいたします。それではまた、さよなら。